オーブメント。七曜石の持つ動力を利用して様々な現象を引き起こすこの装置は、発明されてからわずか半世紀余りで文字通り世界を作り変えてしまいました。暖房や照明などの日用品から国防を支える戦車や大砲などの兵器まで、今では動力機なしの生活など考えられません。その普及と発展等を担ってきたのが我々エプスタイン財団なのです。当財団の設立は七曜暦1155年、前年に死去したエプスタイン博士の遺志を受け、その優秀な数人の弟子たちによって立ち上げられました。博士の故郷であるレマン自治州に本部が設けられ、現在でも同地を拠点として活動を続けています。設立当初の当財団は規模も小さく、各地で動力機の普及活動を行っていたものの、その反応は決して芳しくありませんでした。このような状況を打開するため、自らの力で動力技術の種をまこうとレマン自治州を離れる研究者たちも現れました。一人はG・シュミット博士、機械工学の権威としてすでにその名を轟かせていた博士は、各国の企業を訪問し動力機の有益性を説いて回ります。次にエル・ハミルトン博士、技術格差を睨み、当初から辺境にこそ動力機が必要と考えていた博士は、すでに信仰の厚かったブレイサーギルドの動向を仰ぎ、僻地への技術進行を目的とした派遣団を編成。自身も諸地域を巡察して回り、普及・啓蒙活動の下地を築き上げました。そして最後は、今や動力革命の父とまで呼ばれる A ・ラッセル博士。博士は故郷に戻り、故国リベールにて技術の向上に力を尽くし、帰国からわずか1年でサイス技術工房、後の中央工房を設立し、レマン自治州以外で初めて動力機の製造に成功します。さらに3年後、工房の視察に訪れた当時のリベール国王エドガー3世から多額の資金援助を受けると、リベール王国には瞬く間に動力機が浸透し、他国が羨むほどの繁栄ぶりを示すようになります。王国での成功は、それまであまり良い印象を持たれなかった人々の動力機に対する認識を見事に変え、以降各国から当財団に技術提供を呼びかける声が相次ぐようになり、財団の経営基盤も確固たるものとなっていきます。広きにわたる呼びかけと地道ながらも確実な研究活動、先達のこうした努力があったからこそ、後に動力革命と呼ばれる急激な動力機の普及へとつながっていったのです。当財団の活動は次の3つを柱としています。 1. 動力機の基礎的研究、 2. 動力機の普及と啓蒙活動、3. 技術を通じての世界平和への寄与。以下それぞれの活動についてご紹介しましょう。 1. 動力機の基礎的研究。当財団の最も重要な使命は、無論動力機の改良とさらなる発展です。動力機の動作原理そのものは普遍のものですが、基本アーキテクチャと呼ばれる内部構造には、これまでにも何度か大幅な改良が施されてきました。基本アーキテクチャとは、歯車やネジのような機械的な部品によって構成される機構であるので、工学や技術の進歩によってまだまだ改良の余地があります。こうした基礎研究は大きな成果が得られる一方で、研究には長い時間が必要なことが知られており、収益性を重んじる企業では敬遠される傾向にあります。当財団が率先してこの分野の研究を進めることは、
公益性の観点から見て極めて重要と言えるでしょう。2、動力機の普及と啓蒙活動。動力機の普及とその正しい使用方法を世の中に伝えることも当財団の重要な使命です。すでに先進国では日常の道具となりましたが、辺境や山岳地帯などの都市化されていない地域ではまだ十分に動力機が普及していないのが現状です。当財団はそうした地域での生活水準の向上のため、遊撃士と技術者からなる地域派遣団を幾度となく編成し、技術支援を繰り返し行ってきました。また必要協会の運動にも協力し、日曜学校の教科編成に動力という科目を加えるなど、技術的な知識の浸透にも力を入れています。 3. 技術を通じての世界平和への寄与。世界平和への寄与、この崇高な使命のため、当財団は設立当初から遊撃士協会と密接な関係を保ってきました。国際的な治安維持組織として設立された同協会は、中立の立場から国際紛争の調停を行うなど、今日の世界の安定になくてはならない組織です。当財団は資金による援助はもちろん、世界で唯一の戦術オーブメント生産地として、装備面からも同協会をバックアップしてきました。その過程で得られた実践での教訓が戦術オーブメントの改良に大きな役割を果たしたことは言うまでもありません。どのような機会であっても、洗練された形にたどり着くまでには長く苦しい歴史が隠されているものなのです。七王暦1190年、動力文明の明日に向けて、当財団はサイス中央工房と共同で動力ネットワーク構想を発表しました。大陸全土を動力通信のネットワークで一つに結ぼうというこの壮大な計画には、私たちの希望が込められています。それは対話を通じての平和の模索です。近年、動力機と平和との関係はこれまでになく複雑なものとなってしまいました。無限のエネルギー循環を実現する動力機こそが世界に恒久なる安定をもたらす。そんなエプスタイン博士の言葉を裏切るように、動力革命後の世界は混迷の道をたどっています。エレボニア帝国とリベール王国との紛争では、飛行艇をはじめとする動力兵器が使用されました。兵器の動力化の流れは今後も進み、戦争の結果をより悲劇的にしていくことでしょう。かかる現実を前にして、どうやって平和な世界を築いていくのか、動力通信の切り開く未来、国境や人種を超えて人々を結びつける力にこそ、その解決の糸口があるのではないでしょうか。国家の枠を超えて人々が語らい、理解を深め、争いのない世の中を共に作り上げていく、来たるべき理想世界への挑戦はまだまだ始まったばかりなのです。